島本荒野は、奈良県大和高田市出身のプロ野球選手。阪神タイガース所属。大和高田市立高田小学校1年時に、高田山とイーグルスで野球を始めると、中学時代は、柏原コンドルボーイズに所属した。福知山整備高校への進学後、2年春に、ベンチ入りし、投手として、同年秋の京都大会準優勝に貢献。 その後の近畿大会では、PL 学園高校戦で10奪三振1失点、関東勝利を収めるなどの活躍でチームをベスト8、進出に導いた。その一方で3年時にタブインの不祥事により、チームが対外試合禁止処分を受けており、その影響もあって、甲子園大会には縁がなかった。1学年後輩に桑原正幸がいる。 2010年の NPB 育成ドラフト会議で、阪神タイガースから2巡目で指名。支度金200万円、年俸300万円という条件で、育成選手として入団した。背番号は126。2011年、ウエスタンリーグ公式戦に1試合登板。投球回数はわずか1イニングであった。2012年は、ウリーグ6試合に登板。 シーズンの終了後には、台湾でのウィンターリーグに、NPB 選抜として参加し、14回に3で23奪三振を記録。また、10投球回以上の投手では、参加全4チーム中唯一の防御率0点台を記録した。2013年、育成選手ながら、オープン戦に抜擢されるも一死も取れないまま降板。2軍では、 救援投手として25試合に登板。しかし、投球回を上回る29被安打を記録し、防御率は4.94に上った。この年で、阪神に連続3シーズン在籍したため、シーズン終了に伴い自由契約選手として工事後、育成選手として再契約。2014年には、ウリーグ公式戦17試合に登板。 先発投手としての登板機会が増え、1勝3敗、防御率3.40という成績を残した。シーズン終了後には、前年に続いて、自由契約選手として講示されたが、左投手を各チームのブルペン事情に加えに軍戦や、フェニックスリーグでの好成績を受けて11月21日に、支配下登録選手として、契約を公開。 背番号は69に変更した。阪神に育成入団した投手を呼び、高卒選手の支配下登録はいずれも初の出来事。2015年、左の中継候補として、沖縄儀の座での一軍春季キャンプに初参加。臨時コーチとして参加していた、江夏豊による指導をきっかけに、オープン戦で6試合連続無失点を記録した、ことから、 阪神へ育成入団した選手では初めての開幕一軍登録を果たした。4月2日の対東京ヤクルトスワローズ戦で4点ビハインドの6回裏に救援投手として一軍デビュー。2回を1安打無失点に抑えた。4月16日の対中日ドラゴンズ戦では阪神へ育成入団した投手として初めてのホールドを記録。その後は 二度にわたって一軍と二軍を往復しながらも、一軍公式戦で、通算18試合に登場にし、防御率は8.84。また、9月12日の対広島東洋カープ戦では、同点で迎えた12回裏にダイソーとして出場。オフには、推定年俸720万円で契約を公開した。2016年には、 先発候補として2年続けて、ギノザの一軍春季キャンプへ参加。キャンプ序盤の2月3日に、左足の内転筋を痛め投手陣で最も早い、リタイアとなった。オープン戦から一軍に復帰し、掛布正幸新二軍監督の偉人であった、中日とのウリーグ開幕戦では、一軍の開幕ローテーション入りを視野に先発を任された。しかし、 4回6失点という内容で敗戦投手になったことにより2年連続の開幕1軍入りを一した5月21日にシーズン初の1軍昇格を果たした後は中継要員として1軍に帯同7月24日の対広島戦で1点ビハインドの5回裏西一二塁から救援登板し丸加工を一級で一塁頃に打ち取ると その直後の攻撃でチームが逆転しそのまま勝利したことによってプロ初勝利を挙げた。阪神の投手が一球で一軍初勝利を挙げたのは初の出来事。2017年には高橋里志文や本格的に中継ぎ転校した岩崎優を筆頭に一軍で左投手が充実していたことなどから一軍公式戦への登板機会がなかった。二軍では 先発を中心に27試合へ登板。3勝4敗と負け越しながらも、防御率1.59という好成績を残した。2018年、農見厚しが中継ぎに転校した影響から、前年同様出場機会が得られず、1軍ではわずか1試合の登板にとどまった。2軍では、新人の矢野洋大2軍監督の下で、チームの左投手としては、 最多34試合へ登板。0勝1敗、防御率3.45という成績ながら、チームの8年ぶりリーグ優勝に貢献した。2019年、矢野の一軍監督就任を背景に、中継ぎとして開幕から一軍に定着。セパ交流戦期間中に登板数が、自己最多に達したほか、6月6日の対、 千葉ロッテマリーンズ戦で一軍公式戦初セーブを挙げた。その後も主にレッセージや大佐のリード時などを中心に登板を重ね、守護神のラファエルドリスが不審により二軍降格した7月中旬以降は勝ちパターンやワンポイントでの登板もこなしながら、9月18日の対ヤクルト戦で自身初のシーズン60試合当板を果たした。 阪神に育成入団した投手が、シーズン60試合に登板するのは、球団史上初。最終的に、チーム最多の63試合に登板し、4勝1、セーブ11ホールド、防御率1.67という好成績を残したほか、特に、シーズン中盤から終盤にかけては、7月2日の対横浜 DNA ベイスターズ戦からシーズン終了まで、 自責点0に抑える活躍を見せ、チームの2年ぶりクライマックスシリーズ進出に大きく貢献した。CS では DNA とのファーストステージ、読売ジャイアンツとのファイナルステージに2試合ずつ9円登板。シーズンオフに左肘のクリーニング手術を受けたほか、前年から2850万円増の3700万円で契約を公開。 昇給率335%は、球団史上4位、球団投手史上2位であった。2020年、6月にウエスタンリーグで復帰したが、コンディション不良によりその後の登板はなく、11月に、左肘内側即副人体再建術及び、左肘関節強師か滑膜切除術を受けた。12月8日に2021年シーズンより、 育成選手契約となることが発表された。背番号は120。2021年、シーズンオフに700万円ダウンの推定年俸2100万円で契約を公開した。オーバースローから繰り出す、最速時速1 4 8キロメートルのストレートを軸にスライダーやフォークを織り混ぜる。2014年の周期キャンプでは、 現役時代に自身と同じ左腕投手だった、大野豊臨時投手コーチから、シュートを伝授された。プロ野球選手としては細身ながら、投げっぷりの良さに対する評価が高く、請球力にも優れる。2018年春季キャンプでは、サイドスローへの転向を試みている。広大三王一軍投手コーチから、中継ぎ投手としての能力を買われていたことを踏まえての、 試みだったが、フォームの定着に至らなかったため、短期間でオーバースローに戻している。柏原コンドル時代にバッテリーを組んでいた保守は、柳ヶ浦高等学校進学後の2009年に、野球部のバス横転事故で急性島本は、ト虎風層への入寮の際に、その保守が、ユニフォーム姿で写った写真を自室に持ち込んだ。 自身と同じ奈良県の生まれで、現役時代に、高卒の左腕投手として阪神などで活躍した、江夏豊か,から高く評価されており、2015年の春季キャンプでは、臨時コーチを務めた江夏から直々に指導を受けたほか、キャンプ終了後には、江夏賞を授与された。副賞としてプレゼントされた、オーダーメイドグラブは、 試合で使うことを想定してのものであったが、江夏への強い敬意から使わずに大切に保管しているという。投手としては、足が速いことから、2015年9月12日の対、広島戦には、同点で迎えた12回裏西の局面で、マウロゴメスの代走として出場した。この回には、西無双者から五番打者のゴメスが単打で出塁したため、当時の一軍監督、 和田豊が6番に入れていた、当主、安藤裕也の代打に、田植健一を起用。この起用によって、ベンチ登録の野手を使い切ったことから、救援要員として待機していた島本を、田上への2球目に入る直前で代走に送った。結局、田植が3塁へのゴロを打ったため、1塁走者の島本は2塁で、フォースアウト。 試合は2から2の引き分けに終わった。なお、阪神に在籍した当主では、島田哲也と、西村健が島本と同じ状況で1、軍公式戦の代走に起用されている。ありがとうございます。